回のあらすじ。スチームワークショップで見つけた魔法使い謎解きステージで遊ぶことにしたシャイココ。魔法が使えると思って意気揚々と塔に入ったら、ポーションを作るための材料集めパシリにされた。そういうことか。収集ですね、これメイン。あえなくポーションの具材を探すことに。後編であるこの動画では魔女の家でポーションの瓶をゲットした後からとなります。それではどうぞ。さあこれをイン。次はキノコですね。キノコじゃねえや。もうやばい、なんでリンゴとキノコ間違える。あの順番でいくと絶対最後はキノコですね。でその前にとりあえずリンゴを。うお待って、ここでもうフィジカル入れてくる。マジ難易度が上がってきましたね。よいしょ。さあ次は滑り台か。ちょっとチラッと見えたやつですね。おお待って待って、勢い、ういー、おいしょい。オッケー、木の上にありますね。これを取ってこいと。よし、あ一応2個、大盤振る舞い。もう塔自体は最上階にはもう到達したみたいですね。キノコはどこかにあるのかな。じゃあよし、最後キノコ、キノコ探しましょう。キノコ、あああんじゃん、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 いきな、いきなしもうあんじゃん。よし、キノコもいっぱい入れとくか。これを最後に入れれば、えいっ、おお、これをこいつに渡すと。よし、下が、待ってここでゴールとかないよね、まさか。あ待って待って待って、入ってみようかな。終わらないよね。あ終わらない、ほえー、おえー、うっそ、またまたお前、またお前いる、まただ、またバーナードだ。ここか、ここ入ると終わっちゃうのか。よいしょ、うぃ、物語が始まった。そういうことか、これ見ないとあれですね、あの魔導書、魔導書というかこの魔法使いになったこの証明書を受け取れないと。おお、これはすごい。なるほど、乗らなきゃいけなかったのか。じゃあこれもだ、出れないと。バーナード、バーナードどこ。多分ねバーナード落ちたんだよ。あいた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 、後ろに転がってますね。もう家持ってってって言われても、家どこ、あ上、さては上にある。バーナード帰るぞ。いやこれバーナード返すので後編やん、もう絶対これ。これ前編でここ終わってバーナード返しましょう、後編じゃないの。もうバーナードどこだ。あー危ない。よし、どっかにあるってことだよねこの。あれ、え全部つながってる、地面が。むずいな普通に。この上なのか、それとももしかしてこの塔の上。なんかこの材料を集めるときに飛んだこの扉がなんかワンクッション置いてあったとこがあったような気がするんだけど、こっちか。さあ行きましょう。ここは何よ、え、これ何、どうやって行くの。そこだったりすんじゃないの、もしかして。ここだよ、ここ。このさ、お待って、バーナードって書いたんじゃない。お待って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 、ある、あバーナード、バーナードが帰った、ついに。さあやっとバーナードも帰ったんでエンディングを撮っていきますよ。はい、というわけで今回はこのスチームワークショップで見つけたウィザーズというステージで遊んでいきました。ここね、ここね、またしてもバーナードが出現しましたが、結構このやりがいのあるステージではあると思いますので、皆さん興味のある方はですね、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからサブスクライブをよろしくお願いします。そして私こういうスチームワークショップのステージをたくさん遊んでおりますので、興味のある方はですね、チャンネル登録と通知のオンを押していただけると、俺が動画をバーンけバーン
俺が動画をバーンってあげたら皆さんの端末の元に通知がバコンって届きますんで、ぜひともそちらの機能もご活用していただければなと思います。さあ入りましょう。この真の魔法使いしか入れないこの出口に入っていきたいと思いますよ。ほら、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。動画投稿の励みになります。バイ。ここ。